の音で帰っております。みこさん系 YouTuber えみりんと申します。よろしくお願いいたします。別名カップルクラッシャーエミリーと呼ばれておりましてね、恋愛と悩んでいる子たちを別れさせると目標として日々活動させていただいております。ここ渋谷の街でたくさんのカップル別れさせていっちゃいたいと思います。ロケ初めてなんですよ。25歳でもうアラサーでこんなみこさんの格好して元気出していきましょう。やみーと、エミリーエミリー恋愛相談を行っております。私恋愛の神に使えしみこ系みこ系女子、お名前と年齢をお願いいたしまする。鈴子ちゃん20歳。それではお悩みをどうぞ。はい、俳優さんがいて、はい、その人すごいすごいところで、ね、はい、なんか他のサークルの男の子とかにまた興味が出ない。なるほど。あなたにアドバイスするとすれば、その俳優ときっぱり縁を切るべし。見ないようにすることできますよね。やろうと思えば何物雑誌とかブロマイドとか製作品とかを全て捨て、あなたの身の丈に合った男と幸せになりなさい。ジャッジタイム。分かれますか？頑張ります。女の子は身の丈